大家智和は、京都府京都市右京区出身の元プロ野球選手、野球指導者。MLB での登録名は、東茂王家。2018年より横浜 DNA ベイスターズでに、軍投手コーチを務める。小学生時代に野球を始める。当時のポジションはキャッチャーであった。京都成明高等学校に入学後、ピッチャーに転校する。3年生の時、 夏の京都府大会で準優勝し、プロのスカウトの注目を浴びた。高校時代の同級生に、元広島東洋カープの保守の倉吉和がいる。高校2年生の時、本屋でノーラン・ライアンの本、ピッチャーズ・バイブルを購入し、それから徹底的にトレーニングに取り組んだ。1993年のドラフトで、横浜ベイスターズから3位指名を受けて入団。背番号は56。 1994年、高卒ルーキーながら一軍入りを果たす。同年4月29日のヤクルト戦で中継ぎとして、登板し、わずか3球で、初勝利を挙げる。1997年オフ、フロリダ教育リーグに参加して、メジャー調整を意識し始め、球団に、その希望を伝える。1998年、イースタンリーグで最優秀防御率のタイトルを獲得。 そのオフ、球団がメジャーリーグ挑戦を了承したため自由契約となり、ジムマスター・アレクシスを代理人とした。レッドソックス時代1998年12月にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結ぶ。1999年は、参加の AA 級トレントン・サンダーで開幕を迎え、8連勝を記録して6月にトリプル A 級ポータケット・レッドソックスに昇格。 フューチャーズゲームに選出され世界選抜の先発を務める。7月17日にメジャーに昇格し、19日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャー初登板初先発するも、以降に連敗を喫し25日にマイナーに降格。8月23日にメジャーに再昇格し、25日に再降格したものの、9月4日に再昇格し、リリーフとして起用される。 10月1日のボルチモアオリオールズ戦で3回を無失点に抑えメジャー初勝利を挙げる。2000年はポータケットで開幕を迎え6月1日のシャーロットナイツ戦でインターナショナルリーグ史上48年ぶり3人目となる完全試合を達成。15日には2年連続でのフューチャーズゲーム選出を果たすが17日には 金吉堺と喧嘩して5試合の出場停止を受けた。7月21日にメジャーに昇格。28日にはマイナーに降格したが、8月6日に最小隠し三連勝を記録。その後6連敗を喫したものの、防御率3.12を記録した。2001年は開幕メジャー入りを果たし、先発ローテーション入りしに連勝。4月は、 リーグ4位の防御率2.28を記録。5月10日のシアトルマリナーズ戦では、一郎と初対決し、最速93マイルパーアワーを記録したが、左前アンダーを浴び、デビッドコーンの復帰に伴い13日にマイナーに降格。6月7日に再昇格するが、登板はなく10日に再降格し、29日に再昇格。 エクスポーズナショナルズ時代2005年4月30日2001年7月31日にウーゲット、ウービナとのトレードでリッチ、ランドルズと共にモントリオールエクスポーズに移籍。移籍後は7連敗を喫したが、8月30日のアトランタブレーブス戦で5回に3を2失点に抑え移籍後初勝利。最後の3試合は17回に3で防御率2.55。 ホイップ1.07と安定した投球を見せた。2002年3月5日にはエクスポズと再契約。4月28日のセントルイスカージナルス戦ではマットモリスに投げ勝ち、以降4連勝を記録。前半戦を含む8勝4敗、防御率3.19、ホイップ1.27の成績で折り返す。9月7日のブレーブス戦では、 アンドリュー・ジョーンズへの支給が危険球とみなされ、退場処分と6試合の出場停止を受けたが、後半戦も5勝4敗、防御率3.16、ホイップ1.20と安定した投球を続け、チーム最多の13勝をマーク。オフには、日米野球に出場。まっすぐにこだわったという投球を見せたが、中村のりひろに3点本塁打を浴びるなど3回1、3を7失点に終わった。 2003年7月9日のフィラデルフィアフィリーズ戦では7回までノーヒットノーランの高騰を続けるも7回にプラシド・ポランコが空振りした際にバットが内野スタンドにすっぽ抜ける観客がバットを返さなかったためポランコは変えたバットで打ち三塁戦へ弱い頃になったが三塁一種のエドワーズ・グスマンが取り損ねて初安打となった後半戦は15試合の当番で3勝3敗 防御率3.76、ホイップ1 2 4日の投球を見せ、シーズンを通して2年連続10勝をマークし、クオリティスタートはリーグ4位の22を記録した。オフには1年233万7500ドルで再契約。2004年3月23日に滋賀県草津市で NPO 法人フィールド・オブ・ドリームスを発足させた。レギュラーシーズンでは四月は五度の先発で、 すべて敗戦という最先の悪いスタートを切る。防御率3.01、ホイップ1.35と安定した投球を続けていたが、6月10日のカンザスシティロイヤルズ戦で、カルロスベルトランのピッチャーライナーを腕に受けて骨折し、故障者リスト入り。9月15日のフロリダ・マーリンズ戦で復帰したが、得点援護率が点八七と低いこともあり十五先発で三勝に終わった。 オフには1年275万ドルで再契約。2005年はチームが本拠地移転により、ワシントン・ナショナルズと名称を変更。開幕から先発で起用されたが、前年までの通算で2.31だった。予支給率は5月上旬までで5.70と、請求が乱れ先発を外される。6月4日のフロリダ・マーリンズ戦では、交番を要求する監督のフランク・ロビンソンに背を。 向けたためは金千ドルを稼せられる。ブルワーズ時代2005年6月10日にトレードにより、ミルウォーキーブルワーズに移籍。6月14日のタンパベイデビルレーズ戦で移籍後発先発し、自身初の完封勝利を挙げる。前半戦を5勝4敗、防御率3.62、ホイップ1.32で折り返し、9月5日のシンシナティレッズ戦で10勝に到達。 よしきゅも移籍後は1.99と復調した。2006年2月の前半2週間、毎日放送のラジオ番組、月決めラジオでメインパーソナリティを担当。15日に NPB、MLB 合わせてこの年の日本人、投手最高年俸となる1年453万ドルでブルワーズと再契約。四月十五日のニューヨークメッツ戦では七回後あんに、失点に抑え、 打撃でも4回に、バスター打法で勝ち越しに点敵自打を放ち勝利投手となる。25日のブレイブス戦で、長谷川重都氏を抜いて、日本人メジャーリーガー史上2位となる通算46勝を挙げた。2勝1敗、防御率3.18、ホイップ1.356と高騰を続けていたが、5月1日のヒューストンアストロズ戦で、右肩の針を訴え途中降板。 敗戦筋列車が判明し、故障者リスト入りし、7月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦で復帰。8月24日のコロラドロッキーズ戦では6、失点を喫するも、初めて左打席に立ち自ら4打点をマークし勝利。しかし9月15日の走塁中に、左太ももを痛めシーズンを終了した。ブルージェイズ時代2007年1月に、 トロントブルージェイズと1年150万ドル最高150万ドルの出来高で契約。4月29日に、ノモヒデオに次いで、日本人メジャーリーガー史上2人目となるメジャー通算50勝を達成する。6月18日に解雇された。カージナルス参加、マリナーズ参加、ホワイトソックス参加時代2007年6月19日に、 セントルイスカージナルスとマイナー契約を結ぶ。7月4日に契約解除される。2007年7月13日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶ。8月5日に解雇される。2008年2月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約。参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレイし8試合のリリーフ登板を含む28試合の登板で5勝11敗。 防御率4.18、ホイップ1.33の成績に終わり、メジャー昇格はなかった。インディアンス時代2008年12月6日、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約。2009年5月28日に2シーズンぶりに、メジャーに昇格。5月30日のニューヨーク・ヤンキース戦に登板し、メジャー通算戦投球回を達成した。結果として、この二千九年が、 王谷のメジャーリーグ在籍最終年となったが、この昇格により、王谷は日本人選手ではのもに続き二人目のメジャーリーグ在籍10年選手となり、引退後の選手年金を満額受給する資格を得た。2010年は3月にメキシカンリーグのキンタナロー、タイガースに入団したが、一週間で解雇された。4月7日に横浜ベイスターズと2年契約を交わし、 12年ぶりに日本球界に復帰。背番号は44。5月2日の東京をヤクルトスワローズ戦に先発で復帰登板し、6回1、3を投げ1失点の好投で勝利投手となった。日本では前日の初勝利である1994年4月29日のヤクルト戦以来16年ぶりの勝利であり、これは炎山少子の10年ぶりの勝利を抜く。 日本プロ野球最長ブランク記録である。シーズン成績では最下位独走のチームの中チーム2位の7勝を記録した。2011年は開幕から不調が続き7試合に先発して6敗と1勝も上げることができなかった。9月27日に右肩のクリーニング手術を受けた。10月9日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日、 自由契約公示された。2013年1月、韓国の独立野球団、カヤアンダーズの春季キャンプに臨時インストラクターとして参加。その後4月8日、野球の独立リーグ、b c リーグの富山サンダーバーズに入団することで合意したことが発表された。オフの12月16日に、フルスブルージーズとマイナー契約を結んだことが発表された。2014年、 ブルージェイズのスプリングトレーニングに招待選手として参加するが3月3日にマイナーに降格し22日に自由契約となったその後は独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュのスプリングトレーニングに参加2014年4月23日にブリッジポートと契約したことが発表される5月6日のヨークレボリューション戦で9回を三安打 五奪三振と高騰し、遺跡五発完封勝利を挙げた。シーズン終了まで、ブリッジポートに所属し、26試合の先発で7勝12敗、防御率5.15、ホイップ1.67の成績を残す。2015年3月9日に BC リーグの富山に復帰したが、8月10日に自由契約となり、退団。その後、8月21日に、 同じ BC リーグに所属する福島ホープスへ入団した。なお、福島入団時より登録を両内から右内へ変更している。2016年は福島で16試合に登板し7勝4敗、防御率2.82だった。オフの10月2日にメジャーリーグの公開トライアウトを受け、12月15日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、 トリプル A 級ーフォークタイズに配属された。2017年3月28日に自由契約となった。その後帰国し、調整を続けていたが契約を結ぶ球団がなかったことから6月19日に現役引退を表明した。2017年、自身が設立したフィールド・オブ・ドリームスの参加であり、従前より、 ゼネラルマネージャーを務める社会人野球クラブチーム OBC 高島のコーチに就任した。同年11月より古巣である横浜 DNA ベイスターズの2軍投手コーチに就任。最速94マイルパワー、平均87.8マイルパワーのフォーシーム、ツーシーム、平均86.1マイルパワーのカットボール、平均79.6マイルパワーのスプリッター。 さらに平均82.5マイルパーアワーのスライダー、平均72.8マイルパーアワーのカーブを投げる。2011年をありごろに受けた手術で、球位が低下。横浜戦力外後、ナックルボールを投球の軸、および決め球にする投球スタイルに一変し、2013年に、富山サンダーバーズに入団した。二千九年終了時のメジャー通算打率は、三十八。 2004年には盗塁も記録している。投球間隔がとても短いことで知られる。保守がサインを出すと同時に、投球動作に入っている。メジャーやマイナーを転々としてきたが、メジャーでの成功、失敗について、よく成功とか失敗とか言われるが、じゃあ、何が成功で、何が失敗なのか。僕はアメリカに来て野球が楽しいと思えるだけで、成功だと思うんです。 僕らは見せてなんぼの世界にいますから成績を残せなければ失敗と言われるのも仕方がないと思うがやりたいことをやるのが一番だと思います。先発でもリリーフでもマイナーでもメジャーでも野球をやれるだけで僕は十分幸せなんですと語っている。エクスポズ投手時代に設立した草津シニアからは日本プロ野球の選手として共産賞を渡るを輩出している。共山が 大見高校を経て DNA へ入団した2017年の周期キャンプからは、大谷も DNA の2軍投資コーチに就任。就任後は、1軍の経験がなかった強山にカットボールの投げ方を教えることによって、翌2018年の飛躍につなげている。ありがとうございます。